こんばんは、あいかです。今日はですね、6月のマイリトルボックスを開封していきたいと思います。はい、マイリトルボックスは毎月いろんなブランドコスメや雑貨の詰め合わせが届くビューティーサブスクリプションなんですけど、コスメは結構ランダムのアイテムも多いので、私のボックスに入っていないアイテムが入っているっていう方ももちろんいらっしゃるんですが、こういう組み合わせで入ってた人もいるよっていうね、参考にしてもらえると嬉しいです。ここ数年ほぼ毎月開封動画上げています。過去のボックスに入っていたもの気になる方はぜひ再生リストもチェックしてみてください。はい、じゃあ今月ですね、ボックスではなくってこんな巾着で届きました。でこれとこのカタログ的なやつですね。じゃあ早速こちら開封していきましょう。この中にね、全部まとめて入ってるので、まあボリューム的には平均的な感じかな。せーの、あ、バッグ、チェーンのついたカゴバッグ来ました。毎年夏になるとマイリトルボックスバッグ入ってること多くないですか？過去にもフェイクレザーでできた結構かっちりした四角いバッグだったりとか、あとピンクのスウェード調のね、巾着とかもあったと思います。で、私バッグとかアクセ類はね、ほとんど娘にあげているので、これも娘に譲ろうと思います。この中に今回コスメが入ってる感じですね。コスメ3つ入ってます。ちょっと先にこちらのバッグ見せていきましょうかね。こんな感じです。チェーンで斜め掛けできるようになっていて、この肩に当たる部分はこのフラップと同じフェイクレザーになっています。で、ここのね、カゴの部分、これも過去に丸いカゴバッグが入っていたことあるんですけど、その時よりも質がね、少し良くなっているような気がします。バッグ全体のクオリティとしては、まあ、H&M とかフォーエバー21に売ってそうな感じなので、若い子だったら普通に使えるかなと思います。で、中にもコスメ入ってたんですけど、別でこんなバッグの形をしたサンプルセット入っていました。これがロレッタですね。ロレッタのアイテム、過去にもね、まあリトルボックスに入っていたことあると思うんですけど、これがヘアケアアイテムのセットですね。 3Ds トライアルセットっていうことで、シャンプーとトリートメントがそれぞれ3回分ずつ入っています。で、シャンプーはね、毎日のスッキリシャンプーっていうのが3回分なんですけど、トリートメントはね、2種類入っていて、この2パウチ入ってる方、これが頭皮用のトリートメントで、スッキリしたい日のトリートメント、で、この1回分入っているのが特別な日のトリートメントということで、頭皮じゃなくて、まあ、髪用のトリートメントみたいです。あ、ロレッタのシャンコンってあんまり見ることないなと思ったら、サロン専売品なんですね。知らなかった。こんな可愛いシャンコン扱ってるサロンがあるんですね。今まで私が行ったサロンでロレッタ扱ってたとこは今んとこないな。じゃあ次、バッグの中に入っていたコスメ見ていきましょう。3つ入ってたんですけど、こんな感じ。じゃーん。まあサイズは結構しっかりしてるかなと思います。まずね、これ、過去にもね、色違いかなんか入ってた気がするんですけど、ザ・パーフェクト・アンカーっていうね、ピュアカスチールソープ。洗顔にもなるし、クレンジングにもボディにもっていう風に、こう、全身使える洗浄量なんですけど、これの118mm サイズですね。結構たっぷりのサイズが入っていました。で、これ香りとか多分種類あると思うので、もしかしたら違うものが入ってる方もいるかもしれないんですが、私はこの3番のピンクグレープフルーツというタイプでした。ちょっと香りだけ嗅いでいこう。あ、これ、ちゃんと中、栓してくれてるやつですね。こんな感じ。めっちゃピンクグレープフルーツ、人工的な香りじゃなくって、本当にグレープフルーツこう切った瞬間みたいな、結構皮とか綿部分の苦さもしっかり感じるような香りです。まあ、このサイズだったら長期の旅行とかもちろんなんですけど、普通にお家とかでも使えそうなので、今ね、私お風呂グッズちょっとこだわってて、いろんなね、香りのものをあんまり大きくないサイズで揃えておいて、日替わりで使うようにしているので、これとね、さっきのロレッタのシャンコンも早速お風呂場に持っていこうと思います。お風呂グッズ増えるのね、嬉しい。そして次、これじゃーん。これ私家に多分同じサイズのものがどっか探したらストックあると思うんですけど、ランコムのクラリフィックデュアルエッセンスローションの 50mm サイズですね。これも 50mm なので結構たっぷりサイズですね。2層になっているので、こう振って使うタイプの化粧水です。あ、そっか、今月ランコムのアイテム入ってるよっていう予告があったと思うんですけど、それがこれなんですね。あ、そっか、なんか今までランコムのアイテムって結構ジェネフィックのマスクが入ってること多かった
かったので、まあ、夏だしシートマスクかなとかってちょっと思ってたんですが、化粧水でした。まあ、これもね、50ミリなので、そんなにしょぼくはないんですけど、まあでもなんか正直ね、シートマスクとかの方がちょっと特別感はありますよね。これ前に使ったのってなんだろう、アドベントカレンダーの開封の時とかかな。ちょっと一応感触だけ手元でチェックしていこうと思うんですけど、まあ2層タイプなので、さらっとした化粧水なんですけど、馴染ませた後にしっかりオイル感がありますね。なので、シャバシャバしたテコスチャーが好きなんだけど、そういったテコスチャーのものだと、ちょっと保湿力が物足りないなっていう方でも、これだったら満足がいくんじゃないかなっていうような感触です。うん、感触はね、割といいよ。私、オイル入ったアイテム好きですしね。で、あ、今ね、もったいないから腕全体になじませてみたんだけど、化粧水単体とは思えないくらい潤い残ってますね。やっぱり油分があるので、まあ、化粧水プラスサラッとした乳液なじませた後くらいのしっとり感です。なので夏場ってクリームを結構さっぱりしたテコスチャーのものに変えたりとか、ジェルっぽいものに置き換える人もいると思うんですけど、それと手持ちの化粧水だとちょっと保湿の面で心配かなっていう方は、こういったオイルの入ったタイプの化粧水使うのもいいかなと思います。もちろんね、オイル入ってるけどベタベタ感とかはないです。はい、じゃあね、もうあっという間に最後なんですけど、こちらマイリトルビューティーのアイテムです。マイリトルボックスに時々入っているマイリトルボックスのオリジナルのコスメって言ったらいいのかな。スキンケアとコスメどちらもあるんですけど、結構成分にこだわってるというか、ナチュラルな処方のものが多くて、今回はジェルアイシャドウだって。しかもね、色名コッパーになってる。コッパー私大好物で、あ、かわいい。思ってたよりかわいい。ほら、いや、これ私好きでしょ。しかも結構ゆるいのかな。これ違うカラー入ってた方いらっしゃったら、ぜひどんなカラー入ってたか教えてください。ちょっと触ってみますね。わー、すごいゆるいムースの表面みたいな感じ。プニッとしてる。形状的にはジャーよりチューブとかこうグロスの容器みたいなのに入ってそうなくらいゆるいですね。リキッドって言ってもいいんじゃないかなってくらい。パールぎっしりなんですけど、伸ばすとこんな感じ。結構透明感出ますね。でも重ねるとどんどん色をね、濃くすることができるので、ベースカラーとしてまぶた全体に使ったりとか、もちろん際部分からね、今みたいに重ねてあげると単色でしっかりグラデーションにすることもできると思います。え、これなんか可愛いカラーでちょっと嬉しい。でもあんまり大量につけて同じとこ擦ってるともろもろ取れちゃうから、一気にたっぷり取らないように少しずつ、そしてさーっとね、仕上げてあげるのがコツかなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。6月のボックス、かなりミニマムな感じではあったんですけど、どれもたっぷり使える感じで良かったんじゃないかなと思います。で、これだけじゃなくって、コスメと一緒に入ってるちっちゃい紙ですね。この中にロレッタのプレゼントのね、応募の紙も入っていますので、ぜひ今回のボックス手元に届いた方はこれ忘れずにチェックしてみてください。で、今月はね、もう雑貨がこのバッグ一つだったので、このバッグに使い道がある人とない人で満足度が変わってくると思います。まあ、なので万人が大満足っていう感じではないかもしれないんですが、もしね、今回のボックス興味がありましたら概要の方にリンク貼ってますので、ぜひこちらから詳細チェックしてみてください。最後に今日のメイクです。久しぶりに今日のメイク紹介しとこうかな。目元は、はい、こちら。この前ね、この CL のところのプリントが剥がれちゃった、クラランスのゴールデンアワーグラデーション、サマーの限定のパレットですね。こちらをメインに使って、もう最近はね、ラメ重ねるのがやめられないので、また下まぶたはロム&のオレンジのグリッター、そして上まぶたは MAC のダズルシャドウリキッドのノットアフレイドトゥースパークルというシルバーのカラーを使っていました。そしてリップは、ちょっと色味控えめなんですけど、エテュセのリップエディショングロスの P01 番、ツヤツヤのコーラルオレンジなんですけど、これの上からアディクションのこの前出た限定のリップオイルプランパーの101番を重ねていました。今回の動画参考になったよという方はね、ぜひ高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。